新劇場出張版新生もやしもん会議もやしもんリターンズを我々金のためのアニメにするべくもっと積極的にアプローチしようということで何かいい案は？やはり萌えの要素は欠かせないだろうな。もやしもん改めその名もズバリもやすもん。萌えなのか？つうかタイトル変えちゃっていいのか？似たようなもんだからよかもん。他の案は？はいはい、巨大化して人型となった金が人間たちと通じ合うという話はどうだろう。人型にこだわるなど金にあるまじき行為。ならばこれはどうだ。三上教授の開発したロボに偶然乗り込んだ金が橘助教授との戦いに巻き込まれるってのはどうだ。それ金関係ないし。あえて言おう、時代は突っ張りだ。農大の頂点を目指して男たちが拳で語らう物語、題してド発全を聞くだ。もうもやしもんの影すらないし、てか突っ張りっていつの時代だよ。やはり金の巨大化だ。それこそ世界の共通だ。禁止君、果たしてこの会議はまとまるのか。次回金劇場出張版第3話でその真相が明らかになる。